各地で相次ぐ休業外出自粛要請。 新型コロナウイルス感染が全国各地で拡大する中、各地の自治体、休業要請など、独自の対策を打ち出しています。東京都、先週木曜、都内で酒を提供する飲食店とカラオケ店に対し、営業時間午前5時から夜10時までに短縮するよう要請しました。要請期間は今日からですね、8月いっぱい、8月31日まで、まあ、応じなくとも罰則はありませんが、協力した中小事業者には一律20 10万円を支給するということです。 前回東京都が営業時間の短縮要請した際、協力金、え複数店舗に100万、1店舗に50万でした。まあ、それだけに飲食店の事業者からは20万円なんてすずめの涙にもならない、こういう声が上がっています。罰則はありませんから、まあ、どれだけ事業者の協力得られるのか実効性疑問にする声もあります。え20万円でお,むお店が潰れてしまうというところもあるかと思います。まあ、協力せずに営業するというお店も、 ジョネさん、まあ、あるんでしょうね。そうですね。私は、あの、これ、渋谷のね、はい、あの、こういう、まあ、あの、店舗やってる方にお話聞きましたけど、はい、20万だったら深夜営業でもやった方がよっぽどいいですね、と。<ー>もう、本当に言ってましたね。1>, えー、1日分の売り上げにも。 ねえ、なんないですね、下手するとね、書き入れ時なら。なんでこういうことするのかっていうことですよね。だから、その、休業要請ということであれば、必ず保証がセットになるわけですけど、財務省はケチで金出したくないのでね、まあ、こういうことになってしまうわけですよ。で、自治体がやるってっても、その、国が財政の面でサポートしないわけでしょまあ、要は財務省ケチだから。そんなぐだぐだ言ってないでさ、これやらないとみんな潰れちゃうよ、という話なんですけどね。で、あの、持続化給付金はね、おかげさまで非常に役に立ったという会社がすごく多いんですよ。あれ良かったですね、やっといてね。 あれやったおかげで、倒産はだいぶ、あの、免れたと思いますよ。おかげで失業もね、あの、まだ2.8%ぐらいね、完全失業率。なってますけど、でも就職諦める人がやっぱり増えてきてるので、やっぱりね、あの、雇用情勢、経済情勢ね、え、予断を許さない状況にあると思うんです。で、やっぱりあの、この病気がなんとかなるまではもうこの調子で行くしかないですから、もう、せこいこと言わないでね、もうこの際お金を吸って、配ったらいいんじゃないですかえ、インフレ率も低いし、だいぶね。はい。あの、で、逆にあの、 1 0万円配ってから、ちょっといいじゃないですか。はい はい。あの、消費者態度指数とかも、あの、5月ぐらいから反転してますよ。ええ、ほに。あの、えっとね、4月までかな。4月までずっとマイナスなんですけど、5月ぐらいから反転してきてて、これはあの、10万円聞いたんじゃないかなと思って見てますけどね。1人10万ですからね。だからその、お金をね、使う、あの、使いたくないわけじゃないんですよ。あの、ないから使わない。将来不安だから使わないってだけなんで、配れば使うんでね。配って使ってもらって、もう経済回していかないことには、これどうにもなんないですよ。独自ええ ののの対策を打ち出すす動きといいいうのは感染がが拡大しててる各地の自治体に広がっています沖縄県、先週金曜、緊急事態宣言を出すと発表しました、えー。期間はですね、8月1日から15日まで、沖縄本島全域で不要不急の外出自粛を要請し、観光客含め、県外からの渡航にも慎重な判断を求めるということです。岐阜県、感染者が増えている名古屋市内で、えー、飲食を伴う会食をしないよう求めます。えー第 2波非常事態をこの宣言したということなんですねで新潟はですね首都圏などで同様の会食をできる限り避けるよう呼びかける注意報を出しました大阪府は地域を限定して8月6日今週木曜から20日まで休業営業時間を夜8時までに短縮するよう要請することを決めています愛知県8月5日と言いますから明後日から名古屋市の繁華街錦地区と栄地区にある接待をとも 飲食店やバー、酒を提供するカラオケ店の一部に対して休業を要請することを決めました。このほかにも千葉県56人規模での会食を自粛するよう要請しています。まあ各地の自治体が独自の対策を打ち出しているということですね。もう、えー、だから何をしたいんですかね。<ー>感染をゼロにしたいんですかね。ええあの実際のところねあのー、まあ死亡者の年齢別統計が出てますけど、はい、あの亡くなる方のうちですね83.1%が70歳以上 まあ、これ東京都の場合ですけれども、はい、まあ出てます。ええ、で、考えるとですね、まあ、あの、ほとんどね、要はだから、70歳未満の方っていうのはかかってもなかなかね、あの、持病でもない限りちょっと亡くなる方っていうのは珍しいわけですよ。ええ、そうするともう何を対策したらいいかっていうのはもうはっきりわかってるわけじゃないですか。ええ、高齢者をしっかり隔離すること。はい、ねで、持病のある方はまあ気をつけていただくこと、ええで。その上でですね、あの、若年層の方はですね、まあ、かかっても、まあ、そんなに重篤化しないのであれば、ええ、まあ、そのホテルみたいなね、隔離施設をそれなりに充実させて、はい、でそれ 以外の人はですね、まあ、あの、通常のインフルエンザと同じような対応で、あの、経済回していくしかないと思うんですよね。えー、はい。で、これ何度も言いますけど、インフルエンザという病気とね、比較するとね、インフルエンザその治療薬とワクチンもあるからってなことを言う人いるんですけど、えー、インフルエンザは治療薬とワクチンがあるのに、ね、ワンシーズンでコロナの3倍死んでるわけですよ。ね。だからその、ちょっと言い方はいかがなもんかなと思いますけどね。はい。はい